お城を知ろう。どうも歴史くんでございます。このチャンネル動画ではお城プロジェクト RE のゲーム内イラストのデザインやモチーフについてバンバン解説していこうと思います。今回は第9回目ありがとうございます。早速解説していきましょう。今回はこちらの方々、はい、一条谷城、安土城、推し城ということで、これはもうあの解説してほしいアンケートで上位に来た方々、そして僕もね結構普段使いしてますよ。推し城はね、まあ、地元ですし、まさに推してるわけなんですけども、強いですよね。安土城ようやく手に入れましたんで、千個玉を初めて使ったのがこのお方でございますんで、じゃあ早速いきましょう。一人目はこちらの方です。はい、一条谷城ということで、キーワード滝木、日本庭園一条谷の戦いということで、こちらもボイスがあるということで早速聞いてみましょう。どうぞ。見積もり木工にかけて負けられませんわ。はい、これ家紋だ。見積もり木工、木工ね、ついてますね、家紋がね、デザインになってますけど、これ朝倉家のね、家紋です。朝倉家というとですね、越前の国をね、治めためちゃめちゃ強い大名なんですけど、結局信長に滅ぼされてしまいます。それが1573年、一条谷の戦いということで、まあ信長はね、1570年に一回朝倉家を攻めようとするんですけども、朝倉家に味方したですね、信長の義理の弟である小谷城のですね、浅井長政が裏切ったということでですね、その時はね滅ぼしきれなかったんですが、その後姉川の戦いで勝利を収め、その3年後にですね越前の国に攻め込んで、信長は朝倉家を滅ぼしております。それまでの一条谷はねめちゃめちゃ栄えてんですよ。北の京というふうに言われましてですね、京都からですね文化人だったりお偉いさんがたくさん来て、まあプチ京都、まあ、小京都なんていうふうにもね今言いますけども、そういったふうに栄えた町でした。ただ、信長によってですね一瞬にして焼け野原ということで、一条谷のですね城下町はほとんど、焼けてしまっております。でただね、まあ、焼けてしまったのが良かったといったらまたね誤解が生じるかもしれないんですが、その後使われなかったんですよ。なので朝倉家の時代の痕跡がですねそのまま下に残ってるんですよ。で発掘調査をパーってしたら、あ、ここにこれぐらいの建物があった、あ、ここら辺に壁があって通路はこれぐらいだっていうのがはっきりね分かるんですよ。なのでこれはじゃあ復元しない手はないということで、一丁谷に今ね城下町が復元されてまして、携帯のね CM で使われたりとか、かなりあのタイムスリップ感が味わえるいい場所です。あの着物とかもね着られたりしますので、あのとてもおすすめな場所でございます。さあじゃあもう一個聞いてみましょう。中上流剣術に敵はいませんわ。中上流剣で、そうだもんね、あの一条谷ってあのさっき言ったみたいに京都の文化取り入れてるからな、なんかちょっと公家さん寄りのね、で朝倉義景さんってまたちょっとこう戦う人ではなかったから、なんかあんま強いイメージはないんだけど、実はね剣とねゆかりの深いお城なんですよ。あのさっき中上流って言いましたけども、中上流を継いだ方が実は朝倉家の家臣で、戸田正源という方がいまして、その戸田さんからとってね、その後は戸田流とかっていう風に言われていくんですけども、この人はねあの、まあ、途中で目に障害を持って見えなくなっちゃったという風にも言われてるんですけども、ちっちゃい、刀の、達人だったという風に言われております。であのね跡地が残ってますよ。一条谷の城下町を抜けていくと、あの戸田正源道場跡っていうのはね残ってますよ。であとねその奥行くと佐々木小次郎が修行したという場所もね残されていまして、なのでまあ中上流から戸田流、そして佐々木小次郎もいたんじゃないかというふうに言われてますので、剣っていうモチーフはですねもしかしたらそこから来てるのかもしれないです。でちなみに戸田正源の道場跡のところの近くに、あの足利義昭がいたっていうあの館跡がありますよ。安養寺跡っていうのがあるんですけど、それ多分今年の大河もう登場してくるかもしれない、京都から逃れたね足利義昭さんが一時期朝倉家に、保護されてます。で保護されて朝倉義景頼りにならないからということで、信長を頼って上洛して将軍になるわけなんですけども、一時期暮らしてた場所がですね一条谷のその城下町に残されてますんで、そっちもねぜひ行ってみてください。でそっか、
巻きってそういうことですね。巻き、これまた名産で、一条谷で巻きが名産って聞いたことねえなと思って調べてましたけど、違うね、あれだ、あれ、そう、戸田制限さんかなが、あれだ、向かってきた敵に対して刀じゃなくて巻きで倒したっていう、一撃倒した話か。だから言ってんだ、一条谷城さんは、巻きで十分ですよみたいな。刀などもったいない、巻きで十分ですわ。煽ってんのはそういうことですね。なるほどね。で、あと日本庭園はね、これ庭園がね、何個か残ってます。立派ですよ。やっぱり栄華を極めた北の京ですからね、立派な庭園の跡ですけどもね、石垣とかが残されておりますんで、ぜひそちらも合わせて見てみてください。あとあれ、デザイン見ると注目する場所、これですか、おすすめの、ここ、さっき、そうなんですよ、ちょっとね、挑発的にですね、歴史くんこれなんだか分かりますってね、スタッフさんに言われてね、ちょっと悔しいじゃないですか、そんなこと言われたら。これでしょ、なんだと思います。僕はね、もうね、当てちゃったんですよ、さっき。滝でしょ、ほら、滝なんですよ、一条滝。これね、佐々木小次郎が修行してた滝がね、あるんですよ。それでしょって言ったら、ホワイツって去ってきましたね、さあさあ。ドヤ顔をしようと思ったんでしょうけど、一撃で当てましたよ、これは。もう、あのスタッフさん、巻きで十分ですね。でも、分かんないのもあんだよな、正直。まあ、こういう派手なのはね、やっぱ北の京とか。あ、これあれか。朝倉義景の唐門のあれか、モチーフになってるやつだ。朝倉義景の屋敷跡のところの入り口が唐門があるんですけど、これね、江戸時代に朝倉義景を、こうな、弔うために作ったというふうに言われている門があるんですけど、それっぽいよな。でもこれが分かんないんだよな。この4色って言ってんかな、5色って言っていいかな、色とりどりの、これも理由があるわけだもんな。な、5色とかになるとね、北条家の五色備えがパッと出てきちゃうけど、朝倉家にも別なかったしな。京都関係、織物とか、京都の織物の代表的な色、違います。何ですかこれ、日本庭園の四季折々、いいですね、おつですね、なかなか。なるほど、ここで表してるわけですね。なるほど。まあ、福井県もいいお城多いですからね、福井城もあるし、その前身となった北の庄城もありまして、北の庄城跡はね、実はね、どこかはっきり分かってないんですけども、石垣跡とかが発掘されてますので、そこが公園になってます。そこで、お殿様だった柴田勝家の柴田神社もね、あとは浅井さん姉妹、お市のね、神社もね、ありますんで、合わせて行ってみてください。あと丸岡城と、越前大野城とかもありますしね、一泊じゃ足りないね、2泊3泊してゆっくり回ってみてください。さあ、続いていきましょう。続いてはこちら、安土城、強い、初めて千個玉を使わせていただきました。強いですよ。はい、キーワード、まあ信長ですよね。そして信長が愛した熱盛ですよ。で、信長が愛した相撲大会ですね。さあ、じゃあこちらもボイスがあるということで聞いてみましょう。お願いします。あの州を超えるその手腕、見事なり。あの州ですよ、穴が太いと書いてね、あのという地区はね、滋賀県の琵琶湖の西側にあるんですけども、そこに石垣積みの職人がたくさんいたということで、今もあそこの町行くとすごいですよ、町中石垣ですから。で、その職人がお手伝いしたと言われているのがね、安土城ですね。で、その後全国各地にね、あの信長の、お気に入りのお城だったり、その家臣のお城だったりとかですね、そこを手掛けたというふうに言われてまして、その後全国の8割以上の石垣をやったんじゃないかなというふうに言われているあの州ですね。で、石垣がやっぱね、安土城はね、面白いですよね。で、天陽石がね、有名ですね。天陽石使われているお城だとですね、安土城と、あと代表的なのが大和郡山城、あとは、福知山城、も天陽石が使われてたりしますね。これは神社仏閣からね、使っている石を集めて、まあ、すぐ緊急を要してたんでしょうかね、コスパが良かったのか、まあ、使うようにしてですね、安土城だからこう本丸に向かっていくと、下に仏像というんですか、石に彫られた仏様がですね、寝てたりしますので、そこにね、小皿が置いてあってね、お金を入れるようになってますので、一個一個入れてると結構いい金額になりますので、気をつけてくださいね。はい、そしてじゃあもう一個ボイスがありますので、
お願いします。我が命、下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり。ああ、これはもう厚森の一節ですね。人間50年、下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、一度賞を受けて滅せぬもののあるべきかということで、これは源平合戦の時ですね。一ノ谷の戦いというのがあってですね、あの平の敦盛という平家のですねプリンスを、討ち取ってしまって、それが自分の息子と同じぐらいだったということで、心を痛めて出家していくというねお話がありますけども、その主人公が、まあ、敦盛というタイトルですけども、討ち取ったのは熊谷次郎直実ということで、私の地元の偉人でございます。ありがとうございます。ここ拍手するとこです。お願いします。駅前に銅像がありますけども、その方が討ち取ったということで、まあ、言ってみれば信長は敦盛だったり、そういうね熊谷次郎直実のファンだったのかなということで、あとはまあ一瞬の生きるエネルギー、きらめきというのもね、もしかしたら信長は意識してたのかもしれませんね。どうせ死ぬんだし、まあ今やらなきゃということで、この敦盛を待ったと言われているのが桶狭間の戦いの時ですね。今川義元を討ち取ったあの、戦いの直前、清洲城で敦盛を待ったというふうに言われております。じゃあ、こちらはマップがあるということですので、はい、お願いします。マップ、あーいいですね。そうそうそう、こんな感じこんな感じ、これこれこれ、大手道って言われてるやつがあって、これが180メートル一直線なんですよ。幅6メートル。あんまりだから守ることは考えてなかったのかなっていう風にねよく言われますよね。でぶち当たって、そう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 、二の丸出て、でね行く時はねこう確かぐるっと回るんだよね。で、本丸入って、下からこう階段登って天守みたいな、天守はね本能寺の変の後に焼けてしまうのでもうないんですけども、天守台が残されております。であと安土城面白いのはね、大手道とか、あとはここね、今お寺になってますけど、宗建寺ってお寺、信長を祀ってるねお寺になってますけども、ここら辺は、あここら辺か、その下の方は家康の屋敷跡があったとか、あとここら辺秀吉の屋敷跡とか、その下行くと前田利家の屋敷跡とか、あとは森蘭丸の屋敷跡とかね、いろいろ伝わってはいるんですけど、これ全部ね伝なんですよ。伝わる伝なのではっきりは分からないと。で天守も一応記述はあるんですよ。宣教師のフロイスの記述とか、あるんですけども、イラストというかね絵がないので形も分からず、文字情報がベースで、しかもそれも数が資料が少ないから謎なんですよね。で信長がね、ローマ教皇ヨーロッパにね安土城屏風に書いて送ってるんですよ、実は金の屏風。ただこれが送ったことは間違いないっぽいんだけども、行方不明なんですよ。それをね2000年に入ってだと思うけど、プロジェクトチームを組んでね探しに行ったんですけど、やっぱ見つからないということで、どっかしらにあると思うんで、皆さんもちょっと実家の倉庫探してみてください。ある可能性はねありますからね。でこっちが琵琶湖ね。でねこれ最近国土地理院の赤色立体図知ってます？上からのレーザーの反射で高低差が分かるのが無料で見られるんですよ。あとねデジタル標高地形図、これもねいいですよ。安土城って今行くとここね琵琶湖じゃなくてね田んぼみたいになってるんですよ。かつてはね琵琶湖だったというふうに言われてるんですけども、今行くと田んぼだらけだしなって、お城から見ても琵琶湖ちょっと離れてるんですよ。これさっきのそのデジタル立体のやつとか見ると、そこがねもう低地になってるんですよ。安土城がゲームだと水ついてるでしょ、その理由が分かりますよ。ちゃんとね湖の城、湖上ですよあれは。お城巡りするとき、その国土地理院のホームページはねチェックするとね楽しいですよ。さあそしてもう一個安土城マップがある、はいお願いします。あららら、ら派手になってバレンタインバージョンですね。まあなんかお城でこんなド派手なのがありえないかと思いきや、信長はまあこれに近いことじゃないけども、お城を使ってエンタメやってますからね。お盆の日にあたりの街を暗くして、お城だけライトアップして琵琶湖に浮かぶようにですね演出したみたいな話もありますし、お城見学していいよということで入場料を取ってお城の中入っていいタイミングもあったんですね。でそのもぎりを信長がやってたって話もあるんですよ。すごいですよね、信じらんないですよね。チャンスすぎますよね敵からしたらね。なのでもし、まあ、信長がねバレンタインとかをこう文化で知ってたら、もしかしたらね、あの人甘党でもあるから
チョコパとかしたかもしれないですね、こうやってね。さあ、本日最後の白娘さんはこちらです。はい、我が地元お市場でございます。ありがとうございます。まあ、私あの熊谷出身ですけども、あのお隣のね行田市にありますのがこの忍城でございます。キーワード、国内最大のシャチ。あれそうなんだ、復元というか再建した30櫓のシャチ、確かにでかいな。そして水攻め、そうですね、前回備中高松城登場しましたけども、こちらは石田三成がね秀吉に命じられて小田原攻めの最中に水攻めをしております。そして海姫、海姫多分モデルだよな、戦う女性としたらな。海姫はね、あの成田家のお姫様で、この水攻めした時にですね戦ったというふうに言われているお方でございます。でこの戦いの後秀吉に気に入られて側室になったとかね、そういう話も残されてます。さあ、じゃあこちらもボイスがあるということでお願いします。いつ水が押し寄せてきてもいいように、日頃から泳ぎの鍛錬は怠らずにいるのです。泳ぐっていうのがこの水攻めの逸話とちょっとつながってまして、ちょうどこの前ね自分の YouTube のロケでも行ったんだけども、あの石田三成が作ったっていう石田堤がね残ってまして、その間にね今堀切橋っていう橋が残されてます。その堀切というのはその堤を切ったからというのが名前の由来というふうに伝わってまして、それは水攻めされてる時に水浸しの中、お城の中から何人かが選ばれて、多分泳ぎが得意な人ですよ、泳ぎが得意な人が出ててですね、まあすいませんクロールかどうか分かんないですけど、こうやって泳いでてですね、その堤のとこ行ってそれを壊して決壊させて、逆に石田軍、まあ、豊臣軍の方に被害が出たという話が残されてますんで、まあ、泳ぎの鍛錬してるのはですね、まあ、お師匠ならではのねセリフかなと思います。さあ、じゃあ続いていきましょう。ボイスお願いします。関東七名城にふさわしい戦いを見せましょう。はい、あ、そう、関東七名城のね一個ですよね。関東七名城、諸説ありますが数えてみると8つあるというね、これももう、まあ、前回のね三大稲荷よりはマシかもしれませんが8個ございますね。はい、8個、あ、待って、8個こういうの言えるかな。川越城、はい、忍城、まあ、滝城、茨城県滝城、あと唐沢山城、あ、人前に出ると緊張するな、ちょっと待って待って、はい、一覧はこちらです。はい、OK ですね。はい、あとなんだ、パッと出てこないもんだな。はい、ちゃんと改めて暗記しておきます。失礼しました。あと、じゃあ、まあポイントイラスト見ると、まあ水っぽいよね。やっぱりね水城ですからね、忍の浮城なんていう風にも言われてましたからね、水っぽいのと刀はね、まあ、戦ってる海姫とかもイメージかな。あ、鐘がある。これあれだ、江戸時代中期にですね桑名藩からね松平家が入ってきて、その後ずっと、幕末まで松平家が御師範のお殿様なんですけども、桑名城からわざわざね持ってきたんですよ鐘を。で、それを、お城の中に、吊るしてたんですけども、今はね本物の方はね、本丸にある博物館の中にありまして、レプリカが飾られてて、ちょっと前までね年越しの時除夜の鐘で、ね、つけたんですよ。僕もね行ってましたけど、ただ前回というかね去年の年越し行ったらイベント開催しないっていうことでね、真っ暗の中ね僕は年越ししましたけども、今年やってほしいな、行田市長さんお願いします。あとはこれゼリーフライかな、なんだきりたんぽなわけないもんな。行田ねゼリーフライっておから揚げたやつがあったりとか、ゼリーフライですか、あ、ゼリーフライですね、ゼリーフライね、はいはい、美味しいですよあれ、フライとゼリーフライがね美味しいんですよ。あとはこれなんだ、髪飾り、これは何ですか、亀か、わかったな、これは悔しい、そっか亀の城騎乗だからそういうことか、あーいけたな、なるほど、じゃあこれマップがねあるということですからお願いします。あー、これ忍城だったんですか、くわー戦った、石田三成のあれじゃないですか、こっちから来てやった、でこっからあれ、あの無慈悲な、無慈悲なあいつ、なんか
某ザンバ刀みたいな持ってるやつ、あいつが来たんだ。で最後ね、こっからも来んだよ。うわこれそうだ、平城縛りで時止め戦略で行きましたよ、足止め戦略で。あれこれお師匠だったのか、もう縄張りとか見る余裕なかったっすよ。あれお師匠のね、縄張りってね、頭ん中入れるのすげえむずいんですよ。ちょっと見たら分かりますよこれ。もう今住宅街になってるんでね、イメージもしづらくて、一応石碑が立ってそれ巡るのは楽しいんですけど、でもこれ櫓立ってるしな。これね、あの今ね本丸のとこのとこに櫓再建されたのが立ってるんですけど、当時はねあそこじゃなかったんですよ、江戸時代の時。三重櫓跡っていうのがまた別のとこにありまして、なのでそれどっちをイメージしてるかによってこの縄張りがまた事情が変わってくるんですよね。でおそらく今の再建のイメージするんだったら門も足すはずなんですよ。東門が復元というか再建されて、イメージで再建されてますから。となるとこれ当時の江戸時代のお市場となると、これが今公園になってる方かな、水上公園になってる方かな。かつて沼が巡らされてたっていうのが分かる公園があるんですけど、三重櫓のね先にあるんですよ。かつての三重櫓だとすると、これむずいな。ってことはじゃあこれ三の丸の外ってこと、まずここまでは合ってんのか。まあ、イメージですよね、おそらくね。三の丸の先にもう一個郭があって、そこに三重櫓があったんですよ。天守はなかったんだよね、江戸時代。でこっちに沼地が広がって城下町って感じだったんで、そっか、石田三成は本丸を攻めるどころじゃなかったもんな。そのお城の中になかなか入れず水攻めをしてるわけだから、そこもモチーフになってんのかな、もしかして。まあ、お市場行ったらその石田三成が、陣を張ったというね、丸墓山というのが埼玉古墳、日本最大級のね古墳群の中の円墳、上から見ると丸いやつね、円墳がね、まあ石田三成の陣跡というふうに言われてますので、そこもね、ぜひ合わせて行ってみてください。そして帰りはぜひ熊谷に寄っていただいてですね、しっかりとお金を落としていってください。ということで今回は3人ご紹介いたしました。今後もですね、解説してほしい白娘などいましたらですね、ぜひコメントしてみてください。感想もお待ちしております。ではまた、バイバーイ。